やあ。ついにやりましたね。ミラの最後です。ミラがいなければトアも何もできないでしょう。あとは歴史の改変を元に戻せば全て解決ですね。さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。変だ。ちょっときついけどやるしかねえか。サンキュー、助かったぞ。あいつの仲間だな。とりあえずみんな殺しちゃおう。一番人は最悪の次は僕ですけど、ブー3人を相手にするなんてさすがに無茶です。それに悟空さんがスーパーサイヤ人3になれる時間は限られています。悟空さんの代わりに時間を稼いでください。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。こいつすっとぼけた顔してとんでもねえ強さ。魔人ブーがここまですげえやつだなんてありっこねえと思ってた。3人になるなんてな。分身犯の技みたいに気が減ってるわけでもねえし。どうやって殺そっかな。
そろそろ限界だ。ケッザ、お前と戦うの面白い。もっとやるぞ。そいつは光栄だな。だけど、オラには時間がねえんだ。悪いな。すぐに追わせてはいけません。ここで食い止めてください。お前、俺の邪魔をするつもりか。そんな、締めちゃうぞ。あれ、1、2、3、さっきより声が増えてないですか。
どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。お前と戦うのも面白い。その強いやつが来るまでお前俺の相手をしろ。お疲れ様でした。ようやくこれで全て片付きましたね。歴史の改変も二度と起きないはず。おや？何ですかそれは。どことなくまがまがしい気を感じますが。手を出しなさい、早く。魔人の紋章ということはやっぱり魔人？何者ですかそいつは。以前も話したでしょう。昔時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって。そいつがキー、やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。面倒な連中を片付けてくれて助かったぞ。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず残念だ。あの時手助けしたのはミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王神。お前のその座は私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻。直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは、時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラは少しずつ歴史を歪ませ、出口を作っていたのね。